DNA 山崎康明、セーブ機会22回、成功20、失敗2、これ。抑えとしてはまあまあ優秀じゃね。同点時がね。同点で使うのが悪い。抑え変わったらあの演出どうするの？三島の時なんかやってたっけ？三浦は多分抑え剥奪しない。今季に限らず250行くまで心中だと思う。監督というか球団の方針よな。バンテフ内心は2軍調整くらいはとしたいと思ってそう。まるで昨日岩貞で追いつかれたうちがバカみたいじゃん。同点だって追加点取られちゃあかん場面や。ロガーホチン2028年まで契約が残っているという事実。ちゃんと仕事をしていれば首位という事実。今年のセリーグの抑えって大して投げてないくせにしょぼいやつ多くね。マルティネスと田口くらいかまともなの。WBC で破壊されたのが一人、WBC で疲弊したのが二人いるからな。もう一人の人は知らん。小浜さは7敗したからまだまだよ。2000本安打はある程度介護できるけど投手はほんときついぞ。抑えなんてセーブ成功率が全てやろ。同点時のセオリーで出せないのがすんごい使いづらい。やっぱり 200S からがほんまにしんどいんやな。皆さんは山崎選手の現状どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。